はい、友近です。いやー、2-1ですか。ということでね、5連敗ですけども、まあ大きいね、ため息は出ますけど、やっぱりね、この中でもここ数試合のうちではまだ良かった方かなと思います。まあ久しぶりにね、得点も取れたっていうのもありますし、まあただ、まあ、相手が福岡っていうところもありますけど、前半だけは良かったかなと思います。まあ後半もね、最後の方はある程度攻撃できてたところもありましたけど、まあ体力がない、まあここに尽きるかなと思います。そして一番の敗因は監督だと思いますね。もう切るのが遅い、遅すぎる。もうなんで80分も後半、もう本当に最後の最後で山見と山を入れるわけ、遅すぎるでしょ。もうちょっとね、もう70分後半くらいから入れないと、まあ、そんなね、残りもう4分5分でね、結果出せって言われても仕方ないでしょ。遅いですよ。で、まあ、正直もう一番この中で動けてた方だと思いますけど、まあ、石毛も変えて、でメシノも変えて、でメシノも変えるの遅すぎですよ。もうメシノもボールロストしてましたし、まあ、そこからねピンチになるところも多かったんで、メシノの変え時っていうのも遅かった。だいぶめちゃめちゃ遅かった。メシノが、まあ、良かったですよ。メシノは良かった良かったけど、まあ、後半あの時間帯になってからのパフォーマンスはかなり落ちてたので、まあ、それまでは良かったですけど、まあ、そこの変え時、もうその判断が遅い、遅すぎる。もうここですよね。まあ、宇佐美もやっぱり後半から出る方がある程度パワーはあるかなという気はしますけど、まあ、前半はこのメンバーで戦えてたっていうのは良かったかなと思います。では早速振り返っていきたいんですけども、まあなんていうんですかね、まあ、この中のフォーメーション自体はそこまで変わることはなかったかなと。まあ、可変システムで、サイドバックの位置であったりウイングのあたりっていうのは入れ替わりはあったとは思うんですけど、まあこのメンバー、ダワンがいない、ファンアラーノがいない、ネタラビがいないといった中で、まあ、ジェバリもいないですけど、良かったんじゃないかなと思います。かなり動けてましたし、前半はかなりね、あのボールも回せてましたし、でパスの出どころも良かったり、で受けても良かったりっていうところで、だいぶ今までの、まあ、ここ数試合のガンバの中ではかなり良かったんじゃないかな。ちょっとワクワクするような、試合展開があったかなと思います。で一番目立ってたのは東の、結構聞こえてたんですよね。かなりコーチングが良かったかなと。で、まあ、メンバーディフェンスのラインはそこまで今まで通りっていう感じでありますけど、まあ、最近はね、福岡がサイドバックに入ることが増えてきましたけども、まあ、意外とディエゴが今回コーナーから初得点という形で、まあ、一つ経由はしましたけど、まあここでなんとかね、セットプレーで強い部分は見せれたっていうのは良かったかなと。まあただね、もう一つかなって言ったところで、で生きてくるのがゲンタと。ゲンタの安定感は良かったですね。かなり、やっぱり対人強いっていうのもありますし、このディフェンスの中では群を抜いて、レベルは高いですね。で福岡のサイドバックですけど、まあ割と良かったんじゃないかなと。ボールキープしながら前運ぶシーンもありましたし、ただどうですかね、福岡をサイドバックでも使えますけど、それならっていう気はね、どうですかね。理想ではディエゴ外して佐藤入れて、で右はもう半田くん、ここでいいんちゃうかなと。で半田君このポジション前目にいましたけど、そこまでボール絡めてないんですよね。ボール持つけど結局中渡して結構下がるっていうような形も多かったですし、まあただ、まあ
前年ね走り込むシーンもいくつかありましたけど、まあ、そこは、うん、大きな展開はそこまでなかったかなっていう気はします。先発メンバーで一番動けてたのは勇気、まあ、彼はすごい、うん、目立ってましたね。ただですよ、まあ、ゴールこそ奪えなかったですけど、枠内にはちょっと飛ばしてほしかったなと、まあ、シュートもね結構外目から打ってたんですけど、やっぱりね枠入れんことにはキーパーも弾かないし、うん、こうそこからのコーナーこぼれ球っていうのにも発生しないので、そこの精度を上げれば完璧かなと、うん、まあ、それを除いてもかなり動けてましたし、運動量はさすがやなと。でこっからの、ね、パスの出しどころっていうところで、メシのへの、まあ、フライのスルーパスもそうですし、まあ、そこもねかなり、うん、ポイントは高いですね。この中で群を抜いて、うん、よかったかなと思います。やっぱりこのラインですよね、東、源太、勇気、このラインがしっかりしてるんで、この軸を中心に攻め方が一つできたかなと。でここの石毛と倉田ですよね、倉田の運動量えげつない、マジで本当にね35歳とは思えんくらいの運動量。そこをまあある程度石毛も走れてましたけど、石毛ももうちょっとかな、まあシュートもね打ってましたけど、まあそこもね決めきる力っていうの欲しいかな、うん、まあそれを凌駕するほどの運動量の倉田、うん、ここはねかなり良かったですよ。なので前半はね良かったんです、うん、ただ得点につながりにくい、でこれで失点しちゃうのみたいなっていうのもありますけどね、うん、で、まあ、半田くんのここはちょっと微妙やなっていう、まあ前回、まあ、その前とね黒川が左のこの位置に上げて使うっていうのもありましたけど、まあ、このガンマの攻め方からして前の人数のかけ方が少ないんで、やっぱりクロス上げたとていないっていう、ポイントゲッターがいないんで、そこがねターゲットマンがいないことによって意味がないんですよね。それだったらじゃあ前目で勝負しなさいよ、黒川上げてみたいな、いや人数足りてないんだからっていう、うん、だからそれはそれで黒川はこのポジションからこう上にね ここかまで上がって人数かけましょうよっていうことですよ。なのでこの位置は位置で、で半田くんもこの位置から、まあ、福岡ここなってますけどこれ別の人にして、でここまで上がっての攻撃参加じゃないとあんまり意味ないんちゃうかなと。ただ単に人入れ替えて前にしてるだけだとそこまで意味ないので、それやったらまあここね開くのは仕方ないんで、そこを、うん、まあ勇気が下がるなりでこうディエゴが寄せるなりしていかないと、やっぱり攻めるときは攻めないといけないし、まあそのねこの空いたスペース狙われるのは仕方ないですけど、それでも点を取りに行かないことには今のチームの現状としては何も変わらないかなと、うん、なのでそこはこれただただ前にポジション取ってるだけじゃ意味ないかなっていう感じですね。でまあまあ良かったのが武蔵、うん、まあまあ良かった、まあ全盛期のジェバリーくらいキープできてましたし、まあ、ジェバリーの全盛期がどこかはわからないですけど、まあ、ボールキープ力はかなりありましたね。でキープしながらまあ砂漠、まあ、サイドに散らしたりですとかっていうのができてたので、あ意外といいんじゃないっていう感じはしましたね、うん、まあ、ただもうちょっとねシュートシーンは欲しかったかなっていう感じはしますけど、うん、やっぱりミドル打てる人なのでね、うん、去年のあれを見てるので、うん、あれをもう一回見たいなっていう気持ちはありますね。で左メシの良かったですよ、良かったが良かったんですけど、まあ決めきれないっていうね、うん、まあシュートも枠内行ってますし、ただこうセーブにあってしまうという、惜しいんですよね、
もう少し、まあ、それを続けるしかないっていうところですよね。まあ、メッシのは良かったです。このメンバーの中で、まあ、先発メンバーで、まあ、そこまで悪いところはなかったかなという気はします。でやっぱりサブですよね。サブなんでしょうね、タカを入れてるっていうのは、まあ、センターバックがいないから身長で、まあ、一応兼任できるんでセンターバック要員として入れてるのか、で中野くんを右でどうしても使いたいがためにちょっと入れてるのか、で柳沢はおそらくアンカーの位置に入るのか、まあ右サイドバックで入ることはそんなにないかなと思います。ここですね、この3枚ですね、この3枚、中野くん入れるんやったら、ね、柳沢入れるなり、まあどっちかですよね。ここで3枚残しとくっていうのがおそらくポヤトス監督のゲームプランでは、前半のうちに2点3点取って後半は本当に守備に回るでカウンター狙うっていうようなプランだったのかなっていう気がしますね。やっぱりこんだけディフェンダー揃えてるっていうので、ただそうならなかった場合この3枚なので、おそらく交代枠3枚しか使わなかったっていうのはそういうところなのかなと。どっちかのプラン、両方のプランを用意して、あ、じゃあビハインドだからこの3枚出そうっていう感じだったのかなっていう気がしますね。リードしてればこっちを出してたし、今回はこっちを使うプランだったっていう感じですかね。やっぱりそういうことですよね。この3枚出てないわけですから。で、まあ、宇佐美途中から変わりましたけど、まあ、最後の最後ですよね、宮にシュートブロックされたような、あれをもう少し、流れの中でもっと見たいなっていう、つまり先発だとしんどいかな、あれを先発からできるとはあんまり今思えないんで、やっぱり後半相手選手もね警戒する選手の一人だと思うので、やっぱり後半に控えてるっていう方がちょっと相手にとっては嫌なんじゃないかなと。で山見キレッキレ、なんであのタイミングなの、もっと早く出せよって。でメシのもだいぶボールロストして、まあ冒頭でも言いましたけど、失ってキープできなくなってタイミングで、あ、もうこれ変えないとって、体力ないの分かってたでしょっていう、もうそうなった時になんでこうカード切るタイミングがいつもいつも遅いのかっていうね、もうちょっとね出場時間を与えないと、いやもったいない、本当にねもったいないですよね。で遠山も、まあ、2トップ気味に鈴木武蔵と入れてましたけど、いやー なんでっていういやー、まあおそらく身長があるのでそこを、まあ、ターゲット2人増やしてやったんでしょうけど、そこはね、やっぱり遅いですよね。そうやってプランを変えるなら先手打っていかないと、やっぱり後手後手に回ったら仕方ないですよね。やっぱり相手チームの判断の方が早いですし、まあ、いつもそれでやられてるじゃないですか。交代選手にいつも、相手の交代選手にいつもやられてると。まあ、ルキアもそうですよ。今回もそうだ。本当だよ。いつも交代で入ってきた人にやられてるよ。なので、やっぱりねそこの判断、今回の敗因は監督が、良くないかなと思います。では順位表ですけども、5連敗のガンバは34止まり、そして京都が川崎に引き分けたんで勝ち点34で並ぶと、で得失点差で
ガンバが15位交代ですね。で、まあ、こうなってくると残留争いちょっとまだわからんなっていうところで、横浜 FC も勝ってるんで、まあ、残り2節勝ち点6積んだとして35、ここがボーダーなので、ガンバとしては引き分け以上、ただ得失点差でちょっとわからないんで、一番キーになるのが次節の横浜 FC 対湘南の裏天王山、ここで横浜が勝てば本当にわからないですし、で湘南もここで負けたとしても最後東京で勝てば勝ち点34で並ぶんで、ガンバとしてはやっぱりこのままの状態は怖いですよね。でなんやかんやで京都柏は抜けていくような気がするな。なので本当にガンバと、うん、湘南横浜本当にわからないですね。まあ、最有力ではもう横浜 FC ですけど、まあ、横浜 FC としてはもう引き分け一つでもちょっと残りわからん感じなんで、横浜 FC としてはもう勝つしかないと。ただここで忘れてはいけないのが柏の存在と。まさかの残り鳥栖戦と名古屋戦で連敗するようなことがあれば、横浜 FC も引き分けもしくは敗戦があったとしても最終節までわからんと。勝ち点3取れば32まで上がるんで、そうなってくると本当にわからないですね。ガンバも引き分け2つでなんとか勝ち点36に乗せればなんとかね、もう得失点差関係ないので、残り2試合引き分け以上は必須かなと。まあ、連敗はどうしても可能性はありますけどね、連敗しても横浜湘南の結果次第でまだわからないですけど、やっぱりね、まあ、ガンバとしてはもう勝つだけですね。次節広島戦11月25日14時キックオフということで、もう残り2節ですよ。早いですね。もうここでそろそろ決めないと、まあ決まるとは思うんですけどね、残留は。ただ、勝てよというね、もう残り2節しかないんですけど、もう勝つとこを見たいんで、もうね、そんな負け試合ばかり見たくないんで、そろそろ、そろそろここで勝ってほしいなっていうところですね。まあ、ただ広島もね、新しいスタジアム前の最後の試合なんでね、まあ、それなりに、記念試合ってガンバ結構落とすんですよね。それはちょっと避けたいな。まあ勝つことを祈りつつ、最後最終節はヴィッセル神戸ということで、目の前で優勝は見たくないですけど、まあガンバが勝てばいいので、ガンバが勝つ試合を見たいというだけです。こんな感じで適当なこと言ってますけども、文字なんかありましたらコメントの方に残してもらえたらなと思います。5連敗ですけど、まあ下向かずに応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。